巨人阿部監督五箇条の母性門発令。宮崎春季キャンプに臨む巨人阿部慎之助新監督44は、初めて指揮官として臨むコンキャンプ中の時間の使い方や休日の過ごし方などを設定した阿部流五箇条の母性門を発令した。1、部屋で寝る前に翌日のシミュレーションをすべし。2、3軍の選手は常に1軍に呼ばれる準備をすべし。2軍の若い子を1日だけ1軍の練習に入れちゃったりとか、3軍の子を入れちゃうとか、雰囲気だけでも味わってもらいたいっていうのもある。3、実戦はフル出場すべし。野手だったら1試合は全部任せてあげたい。2打席で交代とかじゃなくて、その体力はしっかりつけてくれっていう。ベテランも一緒、なるべくフルで。4、宿舎でコーチは選手のテーブルで食事すべし。コーチにはまだ行っていないと前置きした上でこう続けた。お酒を飲みながら、今日練習どうだったとか選手とコミュニケーションを取ってほしい。5、休日はゴルフで交流すべし。選手コーチと回るのもたまには必要だろうし、コーチだけで回るのも必要だろうし、若い子も連れて行って楽しんでもらうことも必要。キャンプ初日だから絶対なんか出ると思ったら案の定で草。昭和どころか明治まで遡ってて草。ゴルフに飲み会とかすごいなこれ。3、実戦はフル出場すべし。スタメン起用したらその試合はほぼ任せるということか。試合の動向もあるし、まず無理だろうな。前任者が投手交代時に打順の巡り合わせで野手も入れ替えてたからだろうな。4、宿舎でコーチは選手のテーブルで食事すべし。ノミニケーションは草。業務時間外まで上司とのミニケーション強要は草。昭和のブラック企業やんけ。パワハラだろこんなの、業務時間外だぞ。コーチには言ってないとか独裁確定やんけ。ほんまシャワーで止まってるんやな。ハラノがまだ新しく仕様とアップデートしてたぞ。5、休日はゴルフで交流すべし。休日に上司とゴルフさせられるの草。めっちゃ笑ったわ。何これ、ゴルフと野球関係ないだろ。巨人だけ全く休日休めないの草。せっかくの休みは疲労回復に使いなよ。自分が休日ゴルフしたいだけちゃうんか。それ3つはいいなと思ったのに、下2つマジでなんだよ。こんな取り組みで本当に勝てるチームが作れると思ってんのかな。もうめちゃくちゃね草。下に行くほどド派手にヤバくなってきて草。ただでさえ遠征多いのに家族サービスさせたりや。阿部もそろそろ存在感アピールしていかないとな。言うてほとんどの人生を平成で生きてきたはずなのに。阿部が現役の頃の強かった巨人はそうしてたから、自分もそうするって思考なんやろ。万が一にもまともな経験値詰めたら変わるかもしれない。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。